はい、行きます。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日は質問コーナーということで、じゃあ盛り上げてよ。あ、もうしゃべっていい、もうしゃべっていい、もういいよ、始まったんすよ。いいよ、いい。質問コーナーということで、皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。はい、結構来てるんすよね。誰だよ。ご飯食べてないので、ご飯を食べながら答えていきたいと思います。はい、ぜひぜひ質問に答えていただきまして、やっていきましょう。質問いってきます。はい、どうぞ。これ一つ目の質問、これ複数来てたんですけど、なんで、ちょっと関西弁じゃないじゃん。関西弁じゃない、ね、関西弁じゃないじゃん。なんでそんなかしこまった喋り方なの。切ってなじゃん。これ一つ目の質問めっちゃ複数来てて、多分みんな気になると思うねんけど、こてこて、いつもまこちゃんまこちゃん言ってる人は誰ですか。気になって夜しか眠れませんって。いや、夜寝てるやん。早かった。この類の誰ですかって結構あったんですよ、まこさん。そうだね。いや、聞かれるよ。おいも、なしたコーナーが好きですっていう人がいるからさ。はいはいはい、あれ誰ですか。まあ、でも彼氏ですかとかが一番多いけど、違いますって言ってる。いや、これまこちゃん、じゃあ答えてもらっていいですか。はい、答えはですね、一人じゃないけど、まあ、今の声の主ですかね、一番は。お願いします。どうも、ツハです。はい、改めましてまこちゃんまこちゃんやらせてもらってますけれども、はい、でもこれっておっしゃる通り一人じゃないですよね。そう、一人じゃない。まあ、ツハが一番多いけど、ツハだけじゃなくて、分かる人は分かるって言ってるんだけど、一人喋りしてる演技みたいな、なんかもうカメラ固定っぽいなみたいな声の主はツーハーだね、基本は。いやいや、いつもありがとうございます。これツーハーにもまこちゃんまこちゃんってツーハーの声ですよねって言われたことあるんですよね。あ、そうなの。すごいなと思う。そうそうそう、あんねんあんねん、バレてる。めっちゃツーハーファンじゃん。じゃあ、そのいっぱいまこちゃんまこちゃんを囲ってるまこちゃんに、うん、彼氏はいますか。彼氏は今のところまだいます。お、まだ。いや、それ結構危ないですか。いやいや、でもお付き合いしましたよ動画を出した時にも言ったけど、そうですね、動画で言ってますよね。基本的にはビビの活動の中で彼氏がいるオーラは基本出さないんだよね。うん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 。まあ、言葉にもしないし、うん、全然出えへんすよね。で、別れた時だけまたお話ししますよって言ってくれてるから、全てがもうネタですと、YouTube の。ちゃんと付き合いましたって言ったからにはさ、じゃあ何か進展というか、次のステップがあった時は言うべきでしょうね。ああ、確かに確かに、どうなってるんですかっていうことにね、うん、その話から引き続きの質問で、うん、車椅子になってから恋人は健常の頃と違いはありますか。あ、どういう違いなんだろうねとかです。確かに、あの質問のあの文だけやから細かく掘るのはちょっと分からへんねんけど、うん、でも言うても今の方も健常の方ですよね。そう、別に障害ある人じゃないし、出会いもそんな仕事上パッと出会った人だから、お付き合いする過程で車椅子があるから、なんかあるとしたら、まあ、うんこ漏らすけど大丈夫ですかくらいしかないじゃん。いやいや、そうっすよね。そういうところにやっぱりある程度ね、知識というか構えがないと難しいところでも、そう、そこ行けるところにもうちょっと制限かかりますけどいいですかっていうくらいじゃない。あとはあれやんな、車椅子になってからは仕事がガラッと変わってるから、そういう健常障害ではなくて、そういう恋人の属性みたいなところは多分ガラッと変わってはりますよね。例えば職業とか、うん、結局さ、地元の人としか付き合ったことなかったから今まで。はい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 。山形県鶴岡市から出たことがなかったから。めちゃめちゃアピールやん。鶴岡
だからその県外の人との出会いがあるようになったっていうのはあるよね。多分これはあの車椅子に限らずで全然いいと思うんですけど、うん、過去に体験した恋愛失敗エピソードを教えてください。なんでそんなディープなやつ言ったらあかんで、言えないやつが多いね、やらせるやつね。失敗、何をもって失敗って本人が失敗と思ってない可能性やたらあるもんだ。基本的に今までの恋愛って老いが告られるタイプで、老いが振るタイプ。おお、調子乗ってるやん。自分のチャンネルやから言う。尽くすって言ってたもんね。うん、めちゃくちゃ尽くす。告白されるけど尽くすんや。そう、あ、告白はされるようにするみたいな感じ。ああ、なるほどね。告白負け。好きになった人とか、好きになった人と実らなかったことはない。小学校1年生の時くらい。その時はね。そんなもん恋愛講座とかむしろやるべきよな。車椅子の話してる場合じゃないんじゃない。自分でもあざといって思う。理解した上でね。私はあざとくないと思ってやってる行為が後々こう掘り下げてさ、相手に聞くじゃん、あの時どう思ったのとかさ、うん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 、いやめっちゃ気があると思ったよっていう話とかされるけど、いやその時は私は気は全くありませんでしたみたいな。いや普通に、例えばじゃあ仕事で出会った人とかとイベントあるんで来てくださいってお誘いされるとするじゃん。で、あ、分かりましたって。でもあんまり知り合いいなくてすごい人見知りなんですよね、まあ、実際そうだから、まあ、でも誰々さんがいるんだったら行きます、会いに行きますみたいな。はい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 、それ男子ドキッとするわ。そうなの、だからあの行ったらちゃんと構ってくださいねみたいな。構いたなるもんな、それ。なんかそういうのがナチュラルにしちゃう。別に何も思ってないけど、うんうんうん、なんかそれがダメらしい。ダメ、まあ、ダメってか、そのあれけど、ね、見たけど、勘違いさせちゃうんでしょ、そういうのって。そうっすね、完全に今の話でももう構わなあかんわってなる。そのままちょっとすいません、恋人関係であのセクハラって言ってほしくはないんですけど、あの膣トレとかやってますか？うん、やってる。今でもやってるんです。膣トレってそもそも膣に筋肉はないわけよ今ね。ああ、え、もと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 、おーおーおーおお、そこを締める筋肉って骨盤底筋だけかな。はい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 、が発達してるかどうかの問題で、それが緩んできてしまってるお年寄りとかは両胸とかしちゃったりするわけよ。はい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 。だから私は普通にリハビリの一環として筋肉を使えないけど使う意識を持ち続けたいから、こうおしっこ我慢するのがよくそういう風に言われるんだけど、トレーニングの一つとしてね、おしっこ我慢するみたいにこうギュッてギュッて締める感覚をやってる。なんか気づいた時に勉強なるわ。関係ないよ。そう、ツーハーが今後人生に関係あるかどうかも置いといて、男だから。そう、で、それ下の話の流れなんですけど、うん、外出用の自己導尿とか、うん、おむつとかのセットはどんな感じですか、うん、あ、ちょっとふわっとした質問なんですけど、基本おいはリュック持たないんですよ。ああ、確かに。旅行とか家からホテルまでの荷物を運ぶ時とかそれリュック背負ってるけど、うんうんうん、そっからホテルに置きました、じゃあフリー、身がフリーになりましたって時はハンドバッグと、あとはアンダーバッグって、車椅子の下に私はバッグがついてるから、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、そう、それに入れてるわけよ。やれ。でもなんかバッグの中身紹介とかした動画とかがあるからさ、そっち見てほしい。じゃ欲しいけど、そうですね、これまずアンダーバッグに入ってるんですよ。この中に尿取りパッドが2枚と、あと替え用のズボン、ピタピタズボン、なんかめっちゃレギンスみたいなパンツと、はいはいはい、あと普通に下着1枚入ってる。おすすめ商品でも紹介した100均の
なんかゴミ袋これ。おすすめ商品見てるかみんなちゃんと。でこれがおいのうんこセット。この中にゴム手袋とかワセリンをちっちゃいケースに私は入れてんのよ、100均のこういうちっちゃいケースに入れ詰め替えて、これおいのおしっこバッグ、おしっこバッグじゃなくて何カテーテルバッグ、これ100均のポーチも5年くらい同じの使ってるけど、おいは柔らかこっちの方タイプ使うから曲げて、まあ女の子は短いしね、ぐちゃぐちゃに曲がった状態でも私は使えるし、グリセリンみたいなの私は塗らないの、そのまま、うん、そのままなんか突っ込めるし、口の中なんか詰まってんのキャベツなんか昔は正常面とかアルコール面で手拭きましょうみたいな、陰部拭きましょうっては触ったけど、でも面倒くさすぎてもう持ち歩いてます。あー、なるほどですね、うん、本当に長時間移動するときはもうレッグバッグつけてるから、レッグバッグが外れてない限りはまあおしっこは漏れることないし、レッグバッグも使ってると。そう、でもうんこ漏らすときもこのセットで、私はあとお尻拭きね、お尻拭き洗い流せるタイプをお尻拭き持ってて、この前も外でうんち漏らしたけどこれで解決してるから、はい、もう素晴らしい。あのうんちの話もあったと思うんですけど、うん、それから今までの間に排便の状態の変化はありましたか、うん、例えば薬が効かなくなったとか出にくくなったとか。おいは基本薬というものを飲んでないんですよ、そもそもは。ほう、便秘じゃないから。軟便体質だから便秘の人が飲んでる下剤とかは飲んでないし、一番初めはレシカルボン座薬入れてなんか適便しましょうって言われてたけど、なんか入院中はそれやってたけど、30分くらい待つのがだるすぎて、レシカルボン入れてから、もうそんなの待たなくても出るようにした方がいいでしょうっていうのを自分でこうご飯管理とか体内時計をしっかりさせるようにしてからは、レシカル入れなくても朝起きたらうんこ出るし。素晴らしい。ちょっとまたすいません、あの男子なんですけど、うん、生理の時どうしてますか？月経カップ。月経カップ、はい、ご存知？わからない。タンポン知ってる？あーは、わかります、わかります。さすがの通販でも、前はタンポンだったの。でもタンポンだと容量が足りなくて、おなんかタンポンってさ、白いこうピヨンってこう糸じゃないけど出てるでしょ？はいはいはい、わかります、わかります。あそこに染み出てくんのよ。まあどうにもこうにも突っ込みにくい内容でありますけどなんでよ、別にいいじゃんでも月経カップっていうものにしてからは、その1日8時か、まあ朝から夜までかけてつけてても漏れることはなく、お風呂でそれを抜くとジュボンってこう溜まってた血が全部出るんだけど、すごっ、すごいっすね。そう、だから生理独特の香りってわかる？男でも。ああ、なんかわかるっていうとキモいかもしれんけど、わかります。まあ別にいいじゃん、奥さんいるんだから。クルメスってさ、座ってるから蒸れるじゃん。親は尿取りパッドもつけてるからより蒸れるのよ。おお。でよりそれが嫌だから、でも血が外に出てこない限りはその匂いさえも中に留まってた。インプされてる。そう、だから匂いもない。月経カップいい。恋人から下の話は一旦片付いたとして、うん、次いきますね。はい。それ、いや、どういう意図で聞かれてるのかは、うん、ちょっと見ててわからんかったんやけど。